身体的能力、認知、知覚能力を拡張するサイバネティックアバター技術ムーンショット目標1では、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現するため、サイバネティックアバター技術を活用。人の能力拡張により、若者から高齢者、さまざまな価値観を持つ人々が多様な社会活動に参画できる未来。サイバネティックアバター技術の社会実装に取り組んでいるのは、ムーンショットの研究者、吉藤健太郎。この分身ロボット織姫は AI のロボットではなくて人が操作するわけです。誰が操作しているかというと、例えばここにいない遠隔地にいる人、ここに移動することができない人、そしてこの分身ロボットカフェというところでは身体障害を持っていたり体を動かすことができない人の体となって働く、つまりもう一つの自分の体であるのがこの織姫という分身ロボットです。この分身ロボットカフェバージョンベータでは普通のカフェを目指すのではなくてカフェの先を目指していって、寝たきりの人が普通の人と同じように接客できるではなくて普通のナオミの体でできないことまでできるようにしようということをこれからも研究し続けていこうということでバージョンベータという名前にしています。例えば私たちがとてもフレンドリーなお店を作りたいと思ったとしても、テーブルに店員が1時間居続けるカフェを作ろうとするとなかなか大変です。織姫の場合ここに居続けることが自然とできるねと、居続けることによって食事中も会話したり質問したり、なんなら海外国人観光客としてここに来ると日本の観光案内をしてくれると、日本語を教えてくれたりするという接客が受けていて、ヒューマンよりもヒューマンらしさを出すことができる、より私たちがつながりやすく、見た目に情報がないがゆえに中の人のことを知りたくなるような世界観はあり得るんじゃないかと私は思っています。初めは学校に通えない子供が、あの頃この織姫があれば学校に通えたんじゃないだろうかという自分の仮説でこの織姫を作って、まさに入院している子供たちに使ってもらっていたんですけれども、ただやっぱり使っていく中でじゃあ学校に通えたとしてもさらにその先があるわけですね。社会への一歩目の働き方は何だろうと考えた時に、確かに飲食店で働くとか接客をするとか誰かに説明をするとか何か物を持って運んでいくというのは誰かからありがとうと言われることはあるよねと、そうやっていくうちに徐々にスキルアップして人は成長していくのであれば、こういう分身ロボットで接客を行うカフェ、さらにそれを使ったトレーニング、働いた人たちがリハビリを行い社会に育っていくような仕組みを作ることができないかという考えに至っていて、寝たきりに私はいつかなると思っているし、その時に能力は落ちるでしょうけれども、その時に自分が働きたいと思える場所を、社会をどう作るかというのが私が目指しているんです。私は代替手段のない人の人間のポテンシャルをすごく信じていて、目だけで見事な絵を描く人もいると、自分の体を全く動かすことができない人たちが数年間この織姫というロボットを使っていくと、もう一つのロボットを操ることもできるんじゃないだろうかというのはずっと思っていたんですが、複数のロボット置いてある場所に入ってどっちかを選んで声を出したり、なんなら同時に声を出すっていうようなことをしだすパイロットが現れましたね。私はパソコンを使って2台操作しておりました。画面を2つ出して織姫 D の操作画面と、今私が乗っている手を挙げている織姫の操作画面を2画面出しまして、両方のマイクをオンオフをしながらお話をしていましたよ。最初は体が2つある感じがとってもね不思議な感じでしたが、今ではね自分の体が2つある感じでとってもね楽しくお仕事しています。多分今まではできることに価値があった時代なんですよ。だけど今できないことに価値を感じる時代になってると思ってます。できる人たちには考えることができないことがある。右手動かないからこそ左手で絵を描く練習をする人のように、できないからこそ他の人に
できないことをできると思っていて、そういう人たちが今ダイバーシティであったりとか、そういった人たちの価値なわけですね。今私たちは寝たきりの先を想像することはできないし、体験することも実感することもできないし、その恐怖を感じることもできない。だけどそれを感じることができるようになった時には自分では何もできないし、社会的地位を失っているかもしれない。人とのつながりというものと自分との掛け算、その関係性掛け算によって生み出されるものというものをぜひ感じられるような、そのために、こういうテクノロジーというものが使われていくんだと思いますし、そういった人たちが世の中の文明を作っていくんだと私は思っています。